弾かれるんで、うん、タンタンです。ジーです。今日はタンタン初の綿あめできるかな、レインボー綿あめ大会、レインボーになるのかっていうのをねやってみたいと思うんですけど、準備はしたんで入れたいんで巻いて。そのままもう入れたい感じですか？入れたい。そのままですか？そのままって何が？なんか一回止める。なんで？一回止めて入れて、うん、また回すんですよ。あ、そういうことなんだ。このまま入れるんじゃない？違うわけではない。さっきのは冗談です。散々失敗してますから。まだ未だに一個も完成してないって。そうなの？割り箸から落ちるわみたいな。これ止まるまで？止まってから？そうです。いいの入れて、はい、あ、触ると熱いかもしれないんで気をつけてください。おお、出た出た、早く早く。いや、一気に順序が大事だから、レインボーにするためには。そう、先端をね、先端よりちょっと下ぐらいね。あれ、色出ねえじゃんこれ。先の方の綿飴が溶けてます、熱で、うん、飴になってます、ね、あ、でも匂い、いや、甘い、いい匂い、いい匂いです。色出てる、出てますよ。じゃあだんだん濃くなっていくから色が。綿棒、綿棒、新しい綿棒。色が出ない、ね、色出ないね。じゃあちょっとなんか入れる。次、最後赤一番濃いやつ。あ、でも出てるわ、少し出てる、若干。じゃあレインボーにしてよ。いや、してやば。とりあえず食べてみますよ。そうですね、うん、まあ、最後最後最後、これ一番濃い色、色変わってます。あ、すげえ、なんか氷の、色出ない、イチゴの、でも本当は出ます、少し出てますよ。色があんまついてないのかもしれないですね、その飴が、うん、表側だけ全然ついてる、ついてる、赤い赤い赤い、赤い赤い、はい、完成です。あ、レインボーなってる、あ、なってるなってる、でもなんかかき氷みたいな。だんだん、どうぞ、え、お持ちになってください。どうぞ。食べれんの、そもそも。食べれますよ。硬そうな気がする。あ、なんか一番うまい形になってる。レモン、え、俺食べたところはイチゴでした。ここどんで、味はレインボーと。レインボー、味レインボーだよ。じゃあメロン食いすぎ。そんなに食ったら分かんなくなっちゃう。イチゴ、イチゴだけですか？味やっぱ違うんすか、完全に違う。あ、いちご、こうレモン水がしますね。するよね、うん、うん、散々作りましたけど、それが一番うまくできてますね、うんうん、やっぱ割り箸ですか？割り箸か、技術か。いや、散々作ってるっていうのもありますよね、今回美味しいですよ。大成功、今回大成功です、うん、はい、おめでとうございます。はい、レインボー綿あめ、もっともっと上手に作れるっていう人はチャンネル登録、この綿あめ持ってきてっていう人は高評価、ご視聴ありがとうございました。